皆さんこんにちは10月24日月曜日リビングライフの時間です私は日本キリスト教団仙台宮城の教会牧師の斉藤敦氏と申します今日も皆さんと共に御言葉の恵みを味わってまいりましょう本日私たちに与えられました聖書の言葉は旧約聖書創世記39章1節から10節です そしてテーマは「清さを追い求めて成功する人生」です。創世紀39章1節から10節一方ヨセフはエジプトへ連れて行かれたファラオの訂身で「 自重長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなりそのエジプト人の主人の家に住んだ。彼の主人は主が彼と共におられ 主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見た。それで、ヨセフは主人の行為を得て、彼のそば近くで仕えることになった。主人は彼にその家を管理させ、自分の全財産を彼に委ねた。主人が彼にその家と全財産を管理させたときから、主はヨセフのゆえに、 このエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。主人はヨセフの手に全財産を任せ自分が食べる食物のこと以外は何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格も良く顔立ちも美しかった。これらのことの後 主人の妻はヨセフに目をつけて、一緒に寝ましょう、と言った。しかし彼は拒んで、主人の妻に言った。ご覧ください。ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を私に委ねられました。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振るおうとはせず、 私がするどんなことも妨げておられません。ただし、あなたのことは別です。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、神に対して罪を犯すことができるでしょうか。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも、一緒にいることもしなかった。 本日のテーマは「清さを追い求めて成功する人生」と書かれていました、まあ、実際にですね今日の聖書の言葉を見てみてもですね、まあ、ヨセフが成功したという記述があるわけです、まあ、2節にはこのように書かれています主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなり そのエジプト人の主人の家に住んだ。まあ、ここでですね、ヨセフは成功するものとなったということがこの書かれているわけなんです。で、私たちはですね、今日まあこの聖書の言葉をいただくときに、成功するとは一体どういうことなのかっていうことについて、まあ、皆さんと一緒にまあ見言葉からいたてきて。 行きたいというふうに思うわけなんですね。で、実際にですね、まあ世の中一般ではですね、この成功という言葉を聞くときに、まあ、どのようなこのイメージがこのあるだろうかということに私たち注目することができると思うんです。まあ私たちですね、普通成功すると聞きますと、例えば商売が成功するとかですね。 何か実験をしてその実験が成功するとかですねそして、まあ、私たちがですね何かこの一生懸命何か物事をこう行った結果、まあ、成功したなんていう言い方でですねが用いることがあるわけなんですよねでその時にですね私たちはじゃあその成功したというこの言葉のこの主軸口っていうのがどこにあるのかっていうのを こう考えることができるわけです。成功したのは誰のおかげだろうかと。そうするとですね、この商売を、こう、うまいことを行うことのできた、その商売人であるとか、この実験をですね、まあ一生懸命いろんな工夫をしてその行って、えー、そ、そこまで導いたその人であるとか、なんか一生懸命頑張ったとか、この努力をしたとか、まあそういう、この結果、 として成功するというふうにこう考えられるわけですね。で、そう考えるとですね、それを行った本人がこの成功の主人公であるとこういうことがあの広くこの受け入れられるわけなんですね。まあ、世の中で成功するとはそういうふうなこの考え方が実際にあるわけなんです。ではですね、聖書では。 この成功という言葉の主人公は誰なのかって話なんです。まあ、世の中の一般のですね、この論理から言えばですね、ヨーセフが成功したわけですから、それはヨーセフのおかげであるとこう考えるのが、ごくごくこの自然なことであるとこう言えるのだと思います。しかし、聖書では、 そのようなことは言っていないんですね。ヨセフのおかげでヨセフが成功したのではないのです。この点で、えー、2節と3節を読んでみたいと思います。2節にはこのようにあります。主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなり。まあ、このように書かれているんですね。 つまりこのヨセフがですねその人生において成功したのはヨセフのおかげではなくてヨセフと共にいた主なる神様がそのようにヨセフを用いて成功へと導かれたと考えることがこの御言葉からできるわけなんですね。 まあ実際ヨセフはですねこの兄たちの策略によってまあ殺されかけてしまうわけです。しかしそれを見つけたイシュマエル人によってこのエジプトへこの渡ることになりそしてまあ最終的にはポティファルというですねエジプトのまあ役人のもとにこの買い取られるということがあるわけです。 まあそういう意味で言えばですねヨセフの人生が必ずしも成功したとは言えないわけですね。まあ、非常にこの挫折の多い人生が、まあ、ヨセフの人生であると言っても間違いないわけなんですけれどもしかしヨセフの命が実際に助けられてそしてまあイシュマエル人を通してポティファルという人の家に買い取られたことが それ自体がですね、神様がこのことを順調に運ばせてくださるその主人公として、ヨセフに働きかけたわけです。それだけではありません。3節にはこのようにあります。彼の主人は、主が彼と共におられ、主が彼のするすべてを彼に成功させてくださるのを見たと、このように書かれています。主なる神は、ヨセフを通して、 ヨセフだけではなくヨセフを買い取ったポティファルの成功もこの導かれた、まあ、神様とはそういう方であるということを述べているわけです、まあ、その結果ですねヨセフはポティファルの信頼を受けて全財産を管理するというそのような務めにこの当たることができたわけです そしてまあそのようなですね成功したヨセフはやっぱり忘れなかったんですね。これは自分自身の努力によるものとか自分自身の素質によって成功したのではなくあくまで神様が導かれたんだということをヨセフは忘れませんでした。ですからヨセフはその後も誠実に生きることができたんです。 今日私たちに与えられた聖書の箇所には非常にですねそのヨセフの誠実さを物語る一つのエピソードが描かれていますこのあとそのことについてもう少し考えてまとめてみたいと思います。 7節から10節にはこのポティファルの妻がこのヨセフに魅力を感じこの一緒に寝ましょうという、まあ、そのような誘いをします。まあ、実際にですね、えー、夫のいる身であるポティファルの妻がですねヨセフにそのような誘惑をすることは決して許されることではありませんでした。 まあそれはヨセフも十分承知していた。まあ、それどころかですね、ヨセフはですね、やはり主が共におられるということを一番大事にしました。ですから、このようにポティファルの妻に応答します。旧説にはこのようにあります。ご主人は、この家の中で私より大,いな大きな権威を振るおうとはせず、私がするどんなことも妨げておられません。 ただしあなたのことは別です。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか、まあ、この世の中の考え方で言えばですねポティファルの妻に気に入られればですねさらにヨセフはいい思いをしたかもしれない。でもヨセフは知っていました。今のの自分の成功は 神様がこの自分に働きかけてくださっているからだと。だからその働きかけてくださっている神に誠実な思いで使えることは当然のことだという、そういうヨセフの思いがあった。だからですね、ポティファルの妻の誘惑を断ることができました。成功とは何でしょうか神が私たちを導かれることです。それではお祈りいたします。 神様私たちは一人だけで成功することなどできませんあなたが私たちと共におられるからあなたが導かれるからです私たちはそのことを忘れずただ誠実に生きるものとさせてくださいますようにお願いいたしますイエス・キリストの名前によってお祈りいたしますあメン。